はい、どうも皆さん、こんにちは。トリマのジャワです。今回もプードルさんのカットをやっていきたいと思います。頑張ろうね。今日はちょっと頭をちょっと大きめに、口をちっちゃめにというか、ちょっと上にこういう感じに作っていきたいなと思います。ちょっとごめんよ。ちょっとごめん。正面向いてほしい。はい。ありがとうね。それで、やっていきたいと思います。では早速ねやっていきましょうね。まず目頭をちょっと切らせてもらって、で、目にかかるところ、まず上側ね、割とすっきり、させるのが好きなので、切っていきます。で、耳の前の毛を切ります。はい。ね。耳の前を切って、耳の前切ることによって、ちょっと、ね、顔の幅が、ね、ある程度決まりますので、で、最終的なイメージがこういうので、それに合わせて、そうなっていくようにちょっと切っていきますよ。はい。で、口前口にかかっているところもちょっと切りたいので。ここはちょっとなじませるぐらいの感じで、で、よいしょ。おお、ぶだ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 。大丈夫。気にしないでください。大丈夫ですよ。で、下から、上がるようにしていきますので、ある程度形を僕を取るときは、ブレンダーで取っちゃいます。なんていうかな、こう斜めに、これ簡単な勝手なイメージは電球をイメージした感じで。ごめんね。ちょっと落としちゃったからな。反応してる人がいるからね。気になっちゃうよね。ああ、そうだよね。気になっちゃうよね。わかる。で、今ちょっとここが厚みがあるんですけど、最近はちょっとすきばさみで一回こう、3回ぐらい。ちょっとここね、カシャカシャってごめんね。3回ぐらいちょっと間引いたりして、ちょっと調整をして、なんかこう、毛量を調整することで、あはーん、ちょっとね、こうぐるっとこう、入ってくれる。だよね。そんで、後でこの表面をちょっと切り直すんですけど、
まずは頭のこの形を作ってから、で下はちょっと短く、で上に上がっていくようにするので、イメージ的にはこんな感じかなと思ってます。で気持ちちょっと長めに残して、すきばさみで最終調整を、する感じかなと思ってます。よいしょ。まあ、大体の大きさはこんな感じかなと思ってます。あとはちょっと細かいところを、すきばさみで、微調整ですね。下出ると危ないんだで。はい、こんな感じですかね。はい、はい、ということで今回はここまでになります。ちょっとここ長いねね、またな、ヒントがあれば嬉しいなと、思っております、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方、高評価の方、お願いします。では、また違う動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。